はい、どうも、アンダーです。今日はですね、ドローンで、チェルシーピアのね、あたりからニューヨークのね、まあ、パノラマをね、お届けしようかなと思ってます。まあまあ、チェルシーピアのところ、まあ、ハドソン川があって、まあ、そちらの、西側ですね、そちらの方にいくつかね、公園があったりとか、まあ、ピア、まあ、布団のところもね、まあ、いくつかあります。まあ、そこをね、朝一番でバーしてます。 DJI のね、まあ、ビッグエアを使ってるんですけれども、一応ね、まあまあ、ほぼほぼ住居地も道路も、すぐそこにあればというようなね、状況、地区でもあるので、なかなかね、そんな大きな動きは取れてはないんですが、まあ、展望台から見る景色とはね、またちょっと異なって、まあ、ドローンからの景色っていうのもね、またちょっとね、あの違った味わいもあるかなとね、思ってます。まあ、あのワンダーニューヨーク、まあ、ワンダー、ニューヨークをうろうろするよっていうような、ね、意味合いのワンダーです。まあ、ニューヨークをね、いろいろな角度でね、まあ、映像もしっかり、そのニュースのごとであったりとか、まあ、最新情報だったりとかをね、お届けしてます。まあまあ、この1年で言うと、まあ、コロナのね、コロナ禍ずっとね、続いてもいたので、まあ、その誰もいないであったりとか、ロックダウンになったところの、まあ、ニューヨークのね、景色だったりとか、まあ、様子だったりとか、まあ、ドライブだったりとかね、チャリだったりとか、あとはまあ、郊外も含めて、あとはそういった大統領選だったりとかね、PCR、ワクチンのね、接種のであったりとか、いろいろな角度でね、まあ、ニューヨークをね、紹介してます。というところで、まあ、ご興味ありましたら、登録の方、よろしくお願いします。それでは早速ご覧ください。それでは。
はい、どうもご視聴ありがとうございました。ちょっとね、違う角度でね、まあ、ニューヨークをね、まあ、展望してみるとね、また見え方もね異なったんではないのかななんてもね思ってます。まあ、ドローンもねしっかりですけれども、ニューヨークのね、まあ、最新情報であったり、ね、観光スポット、そういったものもね、まあ、どんどんご紹介、できたらかなともね思ってます。過去ね振り返ればこの1年、ずっとコロナ禍のね街の様子であったりとかね、まあ、そういったものも、ご紹介もね、しております。ご興味ありましたら、登録の方よろしくお願いいたします。そして次回またお会いできるのを楽しみにしてます。それではまた。